千葉シティバス。千葉シティバス株式会社。千葉シティバスは、主に、千葉県千葉市において、乗り合いバスを運行している、京成グループのバス事業者である。京成電鉄のバス車庫である千葉営業所新宿車庫の、分社化により設立された。1999年2月に設立され、京成電鉄、現、京成バスの千葉営業所新宿車庫を引き継ぐことにより、 2000年1月16日に営業を開始した。京成電鉄によるバスの地域分社化は、千葉フラーバス、千葉レインボーバスに次いで3社目となる。営業開始時の路線は、千葉市西部の臨海地域を走る幸町団地線、幸町循環線、公務員住宅線であったが、その後京成よりさらに数路線の移管を受けるとともに、 とどろき町循環線をはじめとする独自路線を開設し営業規模を拡大した。一般路線は全線が千葉市内での運行だが千葉市三浜区から千葉市中央区の東部まで広範囲にわたっている。2005年初頭より各路線に系統番号が導入されたが当初は幸町12、新16、川戸19のような終点内市は 経過地名と数字を組み合わせた方式であった。2006年の公務員住宅線短縮や保宿規制延長に際し、当該路線のみ、稲51-1201のようにターミナル駅側の記号を用いた方式に変更され、2008年4月の本社移転の際にすべての路線に系統番号が付与された。また、千葉中央駅を起点に、 成田空港への高速バスの運行も行っているほか、2007年4月1日より、同駅から羽田空港への運行も、京成バスより6往復の移管を受けて開始。さらには2014年7月23日より、館山線、南総里見号の京成バスより移管を受けて、運行を開始している。この他に、千葉構地区の特定輸送も行っている。 1999年2月1日に設立され、翌2000年1月16日に、京成電鉄千葉営業所新宿車庫の移管を受けて営業を開始した。新宿車庫は、1964年から1998年まで、京成電鉄の千葉営業所が置かれていたところ、多くの市街路線を長年担当してきた。しかし、千葉都市モノレールの開通や、 道路渋滞により利用者数が低迷する中で、京成は1990年代後半に、市街路線の大半を廃止したり、他社に移管したりするなどの方法で整理することとし、千葉営業所も同じ大車庫に移転させ、千葉市は科区の郊外住宅路線や、大学病院周辺の輸送に徹することとなった。その結果、新宿車庫の担当路線は年々縮小し、最終的には、 千葉市三浜区で初期に造成された地域を走る公務員住宅線、幸町団地線だけが残された。これらを新会社である同社がそのまま継承した。営業開始から1年の間に、ポートアリーナ線、サ部サ線、弥生線、その後廃止を形成からの遺憾により運転を開始し、翌2001年には、同社独自の新路線となる幕張本郷循環線、 とどろき町循環線を100円均一運賃によって開業した全車はその後廃止。同年9月には京成より泉大線西区基線を移管され、千葉市の東側への乗り入れを開始すると同時に、この2線を担当する車庫として、千葉市若区線上台東、旧京成電鉄線上台車庫跡地に線上台車庫を設置した。また、2002年には、 作差部線と平行区間の大千葉中央線を、京成より譲り受け、2005年には新路線として、千葉県民保険予防財団、旧千葉県対岸協会線を開設した。このように、路線数自体は営業開始から数年で大幅に増加したが、大半は、京成電鉄本体で維持が困難であった路線を、移管されたものである。このため、 同社の運行となってからは大胆な運用効率化策が取られ、桜部線や公務員住宅線のように大幅に本数を削減されたり、弥生線、泉大線のように路線や一部の系統が廃止されたりし路線もある。一方、比較的利用者の多い西区汽船の本数を、いか時に比べ倍以上に増やしたり、空港連絡路線に参入したりするなどして、 新たな利用者の獲得を図っている。本社は、千葉市役所にほど近い千葉市中央区千葉港の国道357号沿いに、あったが、2008年4月20日に、千葉市三浜区振興に移転した。営業所、車庫は、本社併設の振興者好みである。2001年9月に、西区汽船、泉大船が移管された際には、この二路線の拠点として、千葉市若葉区に、 同社線条大車庫が設けられたが、2004年3月に新宿車庫の敷地が拡張されたことで全車両が新宿に集約配置されるようになり、線条大車庫は京成バスの折り返し場のみに戻った。現在では新宿車庫も廃止され、跡地にはマンションが建てられた。は、共同運行会社、千葉県千葉市と立山自動車道、ふつ縦山道路を経由して、 道県南房総市、立山市を結ぶ高速バス路線である。愛称は一般公募により、西廷、南宋里見八県連、作、極定和金から由来する。元々は京成バスが運行していたが、京成グループ内での高速路線の再編に伴い、2014年7月23日に京成バスから移管された。今回の移管を機に、 立山市のマスコットキャラクターである、ダッペのイラストがプリントされた座席頭部カバーを取り付け、同市の PR を図ることになった。は、共同運行会社。本路線の元となった路線である公務員住宅線は、同社の営業開始と同時に移管された路線であり、元々は稲毛公務員住宅への足として1967年頃に開通したものである。 公務員住宅のある稲毛海岸は千葉市三浜区域で最初に埋め立てられた地区で、当初はこの線と稲毛駅浅間神社、稲毛団地という線が稲毛団地線の線名で運行されていたが、後に稲毛団地発着便は稲毛立橋経由となり、別々の線となった。1970年代に入ると沿岸に海浜ニュータウンが造成され、千葉海浜交通が 多数の路線を運行するようになったため、乗客はそちらへと流れてしまった。これにより、稲毛団地線は1986年に廃止されたが、公務員住宅線は代替路線のない独自区間が多いことから運行を継続した。2000年代前半に、京成が千葉市沿岸部の路線を整理していく中で、この線は新設の同社に移管された。しかし同じ頃、 公務員住宅は老朽化のため撤去されることが決まり、住民の退去が始まった。これにより、終点付近の利用者が激減し、以後、土休日の運行が中止され、日中の便を、ケミ川浜駅へ振り向けて、新規利用者の取り込みを狙ったが状況は好転せず、大幅に減便されるという経過をたどっている。さらに、公務員住宅の退去が完了し、 敷地が閉鎖されたことから2006年4月に高、スプール前、鹿王入り口を発着点とする路線短縮が実施された。その後、沿線に野村不動産による分譲マンション、プラウドシティ、稲毛海岸の分譲が進められたため、2012年2月23日より本路線はプラウドシティ線として路線網が再編された。本数も大幅に増され、 プラウドシテガイク内を、片回り、半時計回りの循環路線として周回し、稲毛駅、稲毛海岸駅、ケミ川浜駅を結ぶ系統となった。プラウドシテガイク周辺の路線については、静進方向が稲毛海岸4丁目、プラウドシティイスと、プラウドシティ青オ前、等進方向がプラウドシティウエスト稲毛海岸5丁目しか入り口の、 一方通行で路線が形成されており、稲毛駅と稲毛海岸駅を結ぶ、稲52、稲53は、稲毛海岸4丁目から精神した後、プラウドシティヤオコ前、プラウドシティウエストと進み、等進してしか大入り口から抜ける半時計回りでの運行を行っている。このため、稲毛海岸4丁目しか大入口間は、 同じポールに、稲毛駅行きと稲毛海岸駅行きの両方向が停車する運行形態となる。鹿大入口の停留所放送の際に、このバスは稲毛海岸駅、稲毛駅行きですという五条防止の放送が流れる。運行経路上では、鹿大入口から通信したバスは、稲毛海岸4丁目の前を通過するが、通信方向にはポールが設置されておらず、バスが停車しない。また、 稲54、稲55は、稲毛海岸駅、稲毛駅から、この半時計回りの区間を一周してしか、大入口止まりの区間運転便に該当する。なお、稲52、稲53は、プラウドシティーイースト発の区間運転便が朝方に、運転される。一方、稲50、稲51は、稲毛駅と、ケミ川浜駅を結んでいるが、前日のような周回を行わず、 ケミガワ浜駅行きは、静進方向のみを経由し、稲毛駅行きは、等進方向のみを経由する。2012年11月16日実施ダイヤでは、運行の主体が、稲52、稲53中心となっており、稲毛駅ケミガワ浜駅については平日のみ、各2本ずつの運行となっている。2017年3月4日のダイヤ改正により、稲毛駅ケミガワ浜駅は、 平日一往復のみに厳便された。幸い町は、千葉市三浜区では、稲毛海岸の次に入居が始まった地区であり、当初は、京成電鉄によって、幸い町団地線、京成千葉駅流通センター幸い町団地と、この線の前身である西千葉線、西千葉駅千葉工銀本店幸い町団地の二つのバス路線が運行されていた。しかし、どちらも、 団地の海側を主に走り、国道14号側には、ショッピングセンター停留所、現、団地交通の幸町中央と、位一が設置されていただけであった。このため、国道側の住民はこれらの路線を経営し、駅との移動は、タクシーの相乗りによって行うことが多くなっていった。その後、タクシー会社であった、団地交通、現、アスカ交通が、 住民の要望を受けて、団地内に小型バスをきめ細かなルートで運行するようになると、京成の路線は利用者が伸び悩み、1980年代には千葉市街方面への運行を小港鉄道や千葉海浜交通に任せて廃止し、ショッピングセンター乗り入れも中止してしまった。一方、東京方面への通勤に有利な稲毛系の乗り入れを1983年に開始し、 稲毛と団地の海側を結ぶ輸送に力を入れるようになっていった。一方の団地交通も1997年に稲毛駅への乗り入れを開始するなど幸い長周辺における営業の拡張を続けたが、1999年に千葉駅北口バスロータリーの整備が完了したのを機に両社間の路線調整が実施されることとなった。これにより、形成は 公民館循環便を団地交通との共同運行により開業するとともに、千葉駅北口への乗り入れを開始し、約半年の運行を経て、シティバスへの移管が行われた。循環便は、アスカ交通の時刻表にも記載されている。2008年4月20日の本社新構築移転と同時にダイヤ改正が実施され、 京成時代から運行されていた JR 稲毛駅発福祉センター発着便が廃止となりガーデンタウン止まりとなった。千葉駅北口発幸町第2域は幸町団地域となった。西千葉駅を起点に、とどろき町の市営住宅、千葉経済大学周辺を循環する路線である。タン区間ということもあり、普通運賃が全区間にいて IC カード104円。 現金110円に設定されている。同駅発時刻を基準に、午前は千葉経済大学先回り、午後は市営住宅2丁目先回りで運行する。系統番号は午前回りが2 5 0 1午後回りが25002である。同社設立後に開設された路線で、従来バスが乗り入れなかった境外道路を走行する。 当初は専用のマイクロバスで運行されていたが、想定以上に利用者が増加したことから、間もなく一回り大きい中型車両に置き換えられた。稲毛区の南東部に位置する千草台団地の主な足となる路線であり、全線が千葉市特殊区関西一区均一運賃の短距離路線である。開通当初は、轟町の経済高校前を経由するルートであった。京成バスは、 西千葉駅を発着する多数の路線を有していたが、2018年3月16日より、千草台団地線が千葉、シティバスへ移管されたことにより、西千葉駅発着の京成バス路線はすべて子会社へ移管され、京成バスは西千葉駅発着の路線から撤退した。JR 千葉駅から郷土間経由で川戸へ向かう路線である、大学線を長くしたような路線だが、 開通当初から一貫して広小路経由で運行している。稲へ体制が特殊管制に基づく運賃となっている。星くき、仁と川戸という停留所があるが、千葉中央バスが別ルートでこれらの町の中心部を走っており、本領線のルートはどちらかというと外れの方である。このため、千葉駅発着路線の割にはかなり本数が少ない、時代が長く続いた。 路線の特徴としては、川戸側の道路がやや境いであることが挙げられる。このため、この路線には、中型車が使用されている。川戸の折り返し場には休憩設備がないため、休憩は千葉川で行われる。大昔は、福祉センター JR 千葉駅を改装し、休憩は新宿車庫で行われていたが、1991年のモノレール改正で、福祉センター川戸を通しで、 営業運行するようになった。その後、2000年1月16日に新宿車庫がシティバスとなったため、新宿車庫での休憩ができなくなった。そこで営業運行を千葉駅川戸に再度短縮し、休憩場所を千葉中央駅西口ターミナルに変更した。なお、1999年12月16日にフラワーバスの千葉線が千葉中央駅から撤退しているので、 同ターミナルに空きが生じたという背景もある。この際、千葉中央駅千葉駅という出庫便が設けられた後にこの便は廃止。2001年9月16日の運行移管の際は、当時の新宿車庫が手狭ということから、新たに戦場第二車庫を設けられ、同日に移管された泉大船。現在は廃止と共に駐留していた。現在は新港車庫の担当となっている。 2006年6月16日に終点が川戸から川戸都園に一区間延長され、同時に系統番号が川戸19から1201に変更された。都園は四川都川沿いの老人ホームで、折り返し場は都園に隣接する敷地に設けられている。これにより、終点と千葉中央バス、川戸線の川戸停留所との距離が近くなった。 2006年10月16日には大幅に本数が増やされ、利用客には、大増改と案内された。始発が早まり、最終は20時台から22時台に繰り下げられた。これに伴い、千葉駅の乗り場は7番から6番に変更された。バスの車体には、このバスで、郷土館、千葉県文化会館、千葉県立中央博物館、大学病院、 千葉市立青葉病院に行くことできます。という案内板が掲げられ、利便性をアピールしていた。2011年4月25日のダイヤ改正により、千葉中央線の一部の便が、平日のみ、生育期線に乗り入れを開始し、川と都園、一部、千葉大学病院折り返しまで運行されることになった。なおこの直通便に限り、千葉大学病院を経由する。これにより、 スポーツセンター駅北からの千葉大学病院への直通バスが千葉都市モノレール千葉駅開通以来約20年ぶりの復活となった。なお、千葉大学病院方向からの2本に限り千葉中央線側の終点が千葉都市モノレール穴川駅となっている。2013年8月8日に千葉中央バスとの共同運行便にて、 千葉大学病院から既存の路線を延長する形で、大宮団地までの路線ができた今まで、川と都園が終点であったが、千葉中央バスの星区期台経由大宮団地域の川と東停留所をつなぐ形で1日4本運行されることになった。しかし利用は振るわずわずか1年後の2014年9月に廃止された。稲毛駅から千草台団地を経由して、 千葉駅までの路線である。2016年12月15日までは千葉中央線として、千葉中央駅中央2丁目千葉駅から、穴川駅、スポーツセンター駅、草野車庫間を1203系本社移転前までは、中央18として運行していた路線である。もともとは、形成により八千代代線、八千代代駅広長沼千葉中央駅、 および八千代大駅畑小学校穴川十字路、千葉中央駅や横戸線、勝田大駅横都長沼千葉中央駅として運行されていた。しかし、1991年に千葉都市モノレール、動物公園千葉館が開通したことにより、これらの路線は分割、または短縮されることとなり、千葉中央駅側は、スポーツセンター駅千葉中央駅を運行することとなった。 その後、草の車庫まで延長され現在に至っている。多くの区間がモノレールと並行しているものの、畜佐大団地付近やスポーツセンター駅北東、独自区間も若干存在し、本数もあまり多くないながらも運行が続いている。畜佐大団地千葉駅間は比較的利用者がある。千葉市三浜区新港にある保健予防財団診療所へのアクセス路線である。 おおむね20分置きの運行で、休日は運休となる。同財団はかつて、千葉市中央区の京成バス沿線にあり、旧、千葉県体が、協会、財団の移転にあたっては、同社の新線利用を促す掲示が、千葉駅の京成バス停留所に出された。2008年の本社移転により循環運行に、改められたがその後のダイヤ改正で現在は、千葉駅新交車庫間の運行が、 基本になっている。運行経路は、稲毛駅を出て、クロスナ陸橋を通り、勝又自動車学校の角を曲がり MNR の前を通り進行車庫に入る。運賃は、通常の初乗り運賃である一律170円とされている。運行開始時は、危機更新が行われていなかったためか放送はなく、行き先表示は、千葉シティバスと表記され、フロントガラス上部に、 行き先が表示されていた。同社はクロスなり、強敬郵便のみ運行同社の一般路線で、海浜幕張駅に乗り入れる路線は、当日の、イオンモール、幕張新都心線の運行開始まで本路線が、唯一である。京成バスが、イオンモール幕張新都心のオープンに伴い、2013年12月17日から、運行開始した路線で、当社の運行路線は、 系統番号60番台の海浜幕張駅、発着系統である。現金100円は IC カード165円の均一運賃制となっており、現金の方が IC カードよりも安くなっている。2000年9月に京成電鉄から移管された路線で、千葉駅からモノレール沿いを穴川まで走り、京成稲毛駅に至っていた。この路線の原型は京成が 終戦直後から運行していた市街線または千葉寺線とバレた路線で昭和の末頃までは千葉駅及び千葉寺と京成稲毛駅を結んでいたモノレールが開業していなかった時代は当時の国道16号沿線穴川椿森付近から千葉市街方面への利用者を置く千葉市街地における観線バスの一つとなっていたこのうち 千葉駅から千葉寺に至る区間は、戦前に千葉市外自動車が開設した路線を形成が引き継いだものである。同区間で競合する千葉中央バスや小港鉄道の路線より古い歴史があったが、昭和の末頃になると、両者の路線の勢いに押されて需要が低下していた。また、1991年にモノレールが千葉への乗り入れを開始すると、千葉駅穴川十字路間でも、 乗客の減少が見込まれた。こうしたことから、1990年代に入り、千葉駅千葉寺間の廃止と、稲毛川でモノレールを意図的に避ける形での大胆なルート変更が実施された。しかし、京成時代の末期には結局元のルートに戻され、一部の便で大学病院まで直通運転をしていた時期もあったが、シティバス移管に伴い直通は廃止され、再び、 千葉駅と京成稲毛駅の間を往復する運行となった。千葉側ではモノレールと稲毛側では京成バスの路線群と競合していたため減便が繰り返され2007年7月の改正で土休日が運休となり2008年4月20日の本社移転による改正で大幅に減便された。末期は平日一往復のみとなっていたが2010年3月15日より 運行休止となった最終運行12に千葉県北東部の銚子や妖怪千葉方面と幕張にある免許センターを千葉東金道路、銚子連絡道路、国道126号を利用して運行されていた路線である。運行開始当初は千葉交通単独で幕張免許センターと銚子地区を結ぶ路線として平日のみ一往復であった。その後2002年に 千葉市内を経由するよう改められ、同時に毎日8往復に増発するとともに、同社が参入して共同運行となった。しかし、一般道路、特に、飯岡バイパス前後の国道126号を走行する区間が長く時間がかかること、また、千葉と銚子を結んでいる鉄道、総武本線運賃とバスの運賃がさほど変わらないことから、 他の高速バスに見られるような料金的、または時間的な利点がないことも、相まって利用客が少なく、2003年8月に休日について、4往復に減便することとなった。そして、12月に、同社は東路線の運行から撤退し、再び、千葉交通の単独運行路線となった。国道126号茶タンツの近くにある泉台、ローズタウンと、 最寄り駅のモノレール線上台駅を結んでいた路線である。もともと前、京成千葉駅から京葉ゴルフ場への足を確保するために誕生した路線だ。同ゴルフ場のすぐそばに団地が完成し、茶ャ津川側から入る振動も開通したため、こちら側にルートが切り替えられた。その後、1991年のモノレール、千葉駅開業時に線上台駅発着便が追加され、 千葉駅発着便との2本立てで運行していたが、2007年4月1日を、もって校舎は廃止され、残った線上大駅発着便も1年弱の運行を経て2008年3月1日に廃止された。JR 千葉駅発着便は、千葉フラワーバスの千葉線、京成時代の線名は、東金線の視線的な側面もあり、国道126号を走り、末端部のわずかの区間だけ、 別の道路を走っていた。前、京成千葉駅発着から国鉄 JR 千葉駅発着に切り替えられた時期は不明である。1980年時点では国鉄駅発着になっているが、それ以前が不明。この便は1973年の開通から2000年に1月16日、改正まで平土旧同一ダイヤであった。ダイヤ改正はあったことが特筆すべきことの 一つとして挙げられる。2001年にシティバスに移管されたが、その後、千葉駅便は若干の増便が行われた反面、線上、大駅便は減便された。千葉駅発着便の廃止に伴い、代わりに千葉フラワーバスが千葉線の一部便を泉台ローズタウン経由に変更して運行することとなった。これにより、チャタンシンゴルフ上場はクラブ入り口経由の 国道126号線上を走るバスの本数が減少した。また、線上大駅発着便の廃止に際しては、代替路線として、千葉市がコミュニティバス路線、泉州を新設した。千葉四街道線は、薄い線時代も含めて、従来から千葉中央駅を発着していたが、ほとんどの利用客が千葉駅で乗り下車してしまい、千葉中央駅に至ることがなかったため、 形成はこの区間を廃止し、短縮することとした。その代わりに、短縮区間を式が引き継ぐこととなった。このような経緯で開通した路線ゆえ、運行本数も非常に少なかった。なお、千葉駅、ポートアリーナは、海浜バスと小港バスがそこそこの本数を走らせており、この線独自の停留所は、ホテルグリーンタワー千葉の前に置かれていた、問屋町だけであった。 2008年4月20日の本社移転に伴い廃止となった最終運行18日。休日運休。また、平日も学校休校日や植草学園試験日は運休や土曜ダイヤで運行することもある。同社では、伊須津自動車、日野自動車、三菱不走の3名ー,ーの車両を使用している。京成電鉄、現、京成バスの分離市会社であるため、 車両の多くは同社、または京成バスグループの会社から譲るされたものである。一般路線車は大型車から小型車まで様々な車種が配置されている。道路幅の狭い西区基線と轟町循環線は中型車限定運用となっているが、その他の路線では両車の運用が明確に区別されているわけではない。小型車については2001年の幕張本郷循環線、 トドロキ町循環線開業時にマイクロバス三菱不走ロー座が導入されたが幕張本郷循環線は利用者減少により2003年に路線廃止、トドロキ町循環線は利用者が増加し中型車に変更されたため同社は役目を終え2005年にグループ会社の千葉内陸バスに移籍したその後京成バスより小型車日乗りエッセが譲渡され 泉大線などの換算路線で使用されていた。また、当社の特徴として、会社設立以来様々なカラーリングの車両を使用していることが挙げられる。設立間もない頃にはピンク色を基調としたデザインであったが、2003年度の新車からは薄青色に変更となった。しかし、在籍する他の車両にまで塗装を変更する、経済的余力がなかったため、 2005年後期に千葉、フラワーバスから移籍した車両は、フラワーバスのデザインを活かしたまま一部を濃紺色に塗り替え、これに金色のアクセントを加えたレトロ調の色彩となっている。また、京成バスから移籍した車両については塗り替えを行わず社名表記の変更のみで対応。グループ他社からの移籍車両は、カラーパターンの変更で対処する車両があるなど、 車両塗装については極めて混在したものとなっている。さらには、京成バスシステムからの遺跡車も存在していたことも、あり、こちらは、京成バスと色。当初は、東京ベーシティ交通で使用されており、京成バスシステム遺跡と同時に京成バスと色に、変更新柄市の駅からのシネックス特定輸送に、使用されていた。2010年9月下旬から同社に、受け持ちが移動。 2012年にも東京ーシティ交通からの遺跡が出ており、帯色を変更したものもあれば、変更がなく、東京ベーシティバスの表記については、東京ベ米の文字を隠して、千葉に直しただけ車両まで出ていた。高速用は三菱不走エアロバスの最終モデルと、エアロエースを1台ずつ新車で希望ナンバーで導入した以外は、中古車でエアロバスとイスズガーラがある。 千葉式バスの車番表記は、京成バスなどと同じく4桁表記で、千の位は式を示す。C、残りの3桁で数字を表記している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。